りどうですか。おう、残りはいつ払うんだよ。うら、来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。ああ、すみません。本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り半って約束になってますから。うちには1億入ってきます。そりゃ気合い入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた。
着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな。道島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。セレナなら天下一通りの小道入って奥の階段2階です。
何やってん、おら。おうおう、お前どこの組のもんや。え、すまん。すまんで済むか、ボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そや、堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナホ、どないしようか。すいません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう。ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい。はい。覚えておきます。でも。あ？でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。やろ、いっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくんけ。これで気は済みましたか。
その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何？でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほなどないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キルのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。あれ桐生さん、ここの奥に用事じゃなかったんですか。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。ちょっ、またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっともう酔ってるの。私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、
最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドンと稼げば間違いなしだ。堂島組打ち桐生組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ。女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。
お兄さん、うちで遊んでって。いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあ由美って入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。おっと、ごめんよ。ああ。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんたも？ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販機の裏とか。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。おい、お前。ふっ。盗んだ指輪を返せ。チッ、バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あ
あの男スリだったのか。ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ。ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。
なあ、その指輪、俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度、感想聞かせてくださいね。おお。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。
指輪がない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。
おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。ん？錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっとキリュウさんに紹介したい奴がいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木。すみませんすまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。
ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レーナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね。腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。Come on.
おお。おお。大変だぞ。